アプリを入れてくださる方というのは、リピーターなんですよね。はい、うんうんうん、でも、決済もクレカも登録してくれてるじゃないですか。はい、で、事前受け取りができるような、事前受け取りで、事前オーダーで、はい、その、何も言わずに、QR コード P で、はい、勝手にその、棚から持っていけるシステムになってるから、はい、あの、もう、勝手にリピートしてくれるし、決済もする必要ないし、楽ちんです。めちゃくちゃ店舗は楽ちんですよね。はい、で、リピートしてくれるし、うん、いや、だからそういう時代になったんだな、地方も。そうですね。まあ、あと、特に地方だとリピート率が結構大事ですもんね。いや、飲食はそもそもリピート率が大事なんですけど、はい、さらに言うと地方はリピート率が大事ですね。リピート率上がれば上がるほど、はい、リテンション上がれば上がるほど、利益率上がっていきます、うん。これはもう確実にそうですね。はい、取れたっていう、決済、飲食店向けの予約、はい、サービス、ブッキングサービス、席のこう、はい、ブッキングサービスの会社がそういうデータを出してます。あ、そうなんですね。はい。はい、飲食店に最初に来て、はい、要は一元さんが来て2回目に来る確率は大体 10% なんですよ。うんうんうん、だけど、その2回目に来てくれたお客さんが3回目に来る確率は 40% なんです。あ、そうなんですか。急カーブに上がってます。すごいですね。指数関数に上がってきます。はい、だからもう40、50、60、70みたいな感じで、回を減るごとにリピーターになって、あ、やっぱり2回目いかに来店させるかっていうのはすごい大事ですね。そうなんです。だから一番最初のお客さんが2回目に来た時に、はい、だから2回目のお客さんって非常に大事なお客さんなんで、うんうんうん、大事にしなきゃいけないってことなんですけど、はい、要はその 10%、要は10人に1人って壁を乗り越えてきてくれたユージャーなんで、そうですね。この人はユージャーなんだと思って、はい、そのもてなすと非常にさらにリピート率が上がるっていうことがあって、はい、あのお客さん2回目ですよね、ありがとうございます。一言で全然違いますよね。だけでも変わる。うん、絶対変わると思います、はい。そうなんです。なんかこういうの作ったんですけど、食べませんかみたいな。はい。で、それだけなんですけどね。それだけが重要ですよね。そうそうそう。でも、どうしていくんですか、その、息って、移動じゃない、はい。